皆さんこんにちは、ゆずきです。本日の動画は秋先取りメイクのご紹介になります。はい、もう私はねもう完全に秋気分で、インスタとか見てくださってる方はご存知の通り、もう秋服しか着てないんですよ。なので秋服着てるということはメイクも秋メイクにチェンジしないとなということで、今回は私が最近している秋先取りメイクのご紹介をしたいと思います。私のパーソナルカラーがイエベ春で、セカンドがブルベ夏なので、結構深めのくすみ系のある色がめちゃくちゃ苦手で、しかも顔タイプがキュートなので、大人っぽいマットな質感よりもラメでキラキラとかツヤツヤの素材が得意なので、結構ね秋冬メイクはね手こずるんですよ。それでもそんな私に似合うようなツヤを残しつつラメもたっぷり使った、でもちょっと秋らしさもあるみたいなメイクをご紹介していこうと思うので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速スタート。はい、それでは早速メイクを始めていきたいんですけど、もう日焼け止めを塗った状態です。使った日焼け止めはビオレの UV アクアリッチライトアップエッセンス。もうメイク動画出すたびにご利用しすぎて、これについて語るのも見飽きたかなと思って、もう塗った状態で登場しました。次はコンシーラーを使います。デイジークのプロコンシーラーパレット、これもね前のメイク動画でご紹介した気がする。付属でついていたブラシで塗っていきます。こんな感じで9色入ってるんですけど、まずはこことこの下のオレンジっぽいカラーを混ぜてクマを隠していきます。私ほんまにクマがやばいんですよね。結構厚めに塗ってもまだわかるぐらい。次にこのグリーンのカラーで小鼻の赤みを消していきます。私は基本ノーファンデ生活なので、今日もファンデーションは塗りません。次にこのラベンダーのカラーで口周りのくすみを消します。この口角の下の部分だけにいつも入れてるんですけど、これをやり忘れるとマジで口角下がって見える。最後にここのカラーで眉毛の上を塗ります。先週の東京 Vlog でも行ってた、あの東京駅の地下のお菓子ランドに昨日も行ってきた。であそこの森永のキャラメルソフトマジで美味しいから食べてほしい。今回はあの出来たてのムーンライトじゃなくて出来たてのチョコチップクッキーを食べたんですけど、正直ムーンライトよりチョコチップクッキーの方が美味しかった。これはもう東京駅行くたびに絶対食べたいなって思う。はい、続いてパウダーがこちらです。イニスフリーのノーセバブミネラルパウダーを使います。これもお決まりのパウダーですよね。イニスフリーじゃないパウダーを使って肌が荒れたことがあって、それがトラウマで他のパウダーをなんか使えないんですよね。でも最近ね気になるものがあって、あの TWICE のダヒョンがあのモデルしてる、なんなんやろあれ、ウォーターロックサラサラパクトっていうのがちょっと気になってます。次使ってみようかなって。はい、続いてシェーディングがこちらです。エチュードのコンテュアパウダーですね。この薄い方のカラーを大きめのブラシに塗ってフェイスラインにのせます。で次は細めのチップで取ってノーズシャドウ。続いてハイライトこちらです。キャンメイクのムニュットハイライター01番です。これ使いすぎてもう底見えしてきてる。ほんまにねこの質感が大好きなんですよね。まずここの鼻と唇の上、あとは顎、ここ結構しっかりめに入れてます、いつも。で少しだけここに入れます。私は離れ目なので目頭のハイライトもマジ必須。最近はここにもちょっとハイライト入れてます。最後にうっすらおでこ。続いてチークが初登場なんですけどこちらです。 C&R なんて読むかわからないんですけど、ここのチークカラー、確かジンジャーコーラルっていうカラーだったと思います。これ実は昨日新大久保で購入してきたもので今日初めて使います。こんな感じの丸いやつポン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 で使うんかな。使い方合ってるんかわからんけどいい感じかも。結構イエベさん似合いそうなカラーやと思う。でも他は割とねブルベ向きっぽい青みピンク系の色が多かったから私が似合いそうなものがこれしかなくて、でもこの色めちゃめちゃ可愛い。はい、続いて眉毛を描いていくんですけど、まずパウダーがこちらです。セザンヌのノーズ&アイブロウパウダー
05番のコーラルブラウン、これも秋メイクに変えてから買ったものなんですけど、マジで色が可愛いんですよ。こんな感じのコーラルカラーとあのブラウンのカラーが入ってて、ここの2色を混ぜながら眉毛にのせていきます。ブラウンなんですけど、しっかりコーラル味もあるので、めちゃめちゃ垢抜け眉って感じの眉が作れます。でこの毛がしっかりある眉頭の方にはこの2色を混ぜてのせていきます。全体的に塗れたら適当にぼかしていきます。これ使ってるのがあれです、6プラスのものです。これに眉マスカラ塗るともっと馴染んでめっちゃ可愛いんですよ。眉マスカラがこちらです。ブローラッシュ EX のスタイリングアイブロウマスカラナチュラルブラウンです。こんな感じの結構明るめのブラウンで、筆もすっごい塗りやすいですよ。今の髪色とこれがすごいマッチしてるなと思って最近はこれを使っています。眉毛はこんな感じになりました。結構今回のメイク眉毛がお気に入り。はい、続いてアイメイクに移りたいと思います。まずこちらセザンヌの角二重アイライナー、影用ピンクを使って涙袋を描いていきます。私ちょっとメイクミスると涙袋の主張がとんでもなく激しくなるので、本当にうっすら真ん中だけで秒速でぼかします。で次アイシャドウを塗っていくんですけど、使うのがこちらです。 B アイドルのザ・アイパレ07番、あの頃のコーラルブラウンです。こんな感じのカラーを買いました。まずコーラル系なので間違いなくイエベハルさん似合うのと、ブラウンも入ってるのでね、ちょっと秋っぽさも演出できておすすめです。まずここのコーラルカラーを涙袋とアイホール全体に塗っていきます。もっとザ・秋って感じの超マットなメイクとかしてみたんですけど、何似合わん。顔タイプキュートさんはラメとかが得意、キラキラツヤツヤみたいな、そういう質感のものが得意なので、マットが多分ほんまに似合わんくて、プラスイエベ春っていうことで深い暗い色も似合わんくて、ほんまに秋冬メイクは困りますね。はい、では続いてここのカラーを二重幅に塗っていくんですけど、あんまりここのカラーを塗りすぎると全体的にぼやっとしちゃうので、目尻を中心に広げていきます。ここにも同じカラー入れていきます。はい、で最後にここのラメを涙袋と上まぶたにもつけていきます。まず涙袋は全体にもラメしっかりつける。でも気持ちいいこの目頭部分の方がラメ多めって感じでのせていきます。で上まぶたはさっと黒目の上にのせて、そっから広げていく感じです。ほんまにこのアイシャドウパレットはイエベハルさんの秋メイクにおすすめしたい。はい、続いてこちらラブライナーのクリームフィットペンシル、これ限定のポケモンデザインのものを買ったんですけど、こんな感じのペンシルタイプのアイライナーで、目頭の上の部分をちょっとこれで埋めていきたいと思います。ほんまに気持ち程度、よりねこの中心の印象が強くなるようにこの目頭部分だけ濃くします。続いてアイライナーがこちらです。 B アップのシルキーリキッドアイライナー、これがアプリコットブラウンのカラーです。この色めっちゃ可愛いね。こんな感じの色めっちゃ可愛くない？まあ私眉毛とかアイメイクもコーラル系にしてるので、ほんまにこのメイクにマッチします。はい、こんな感じです。眉毛とかこのアイライナーとかが色がしっかりあるので垢抜けて見えるはず。続いてマスカラですね、使うのがこちらです。ウォンジョンヨのヌードアイラッシュ02番のシアーブラウンです。こんな感じのブラシでしっかり繊維も入ってるので、長さ出しもできつつ、もう一番のポイントはマジで綺麗な束感セパレートのまつげが作れることです。使用感覚としてはあのスカイハイと結構似てるかも。スカイハイの方が目力は増すかな、長さもしっかり出るし目力も増すって感じ。でもナチュラルな方が好きなので、私は割とこっち派かもしれないです。塗るとこんな感じです。めっちゃまつげきれくないですか？伝わるかな。でこれだけでも十分可愛いんですけど、もうちょっとねまつげに色味が欲しくて、なので上からちょっと重ね付けしたいなと思って、 D アップのパーフェクトエクステンションのキャラメルブラウンのマスカラをちょっと毛先に足していきます。眉毛も結構ねコーラルブラウンでしっかり塗ったので、まつ毛もちゃんとねブラウン系に染めてあげないとなんか浮いちゃうので、
でもこれ一つだけだとセパレート感が足りないので、先にウォンジョンヨのマスカラを塗りました。こうやって後で色足すことによってより統一感が出る気がする。はい、で下まつげもこのマスカラで塗っていきます。はい、そして最後に私顔タイプキュートでラメは必須なのでグリッターをのせていきます。使うのがこちらバビメロのグリッターシャンパーニュスターっていうカラーです。これも結構ね、オレンジとかブラウン系のアイメイクにマッチすると思います。これを目を開けた状態でこの辺にのせていきます。真ん中ら辺だけ。たまになんかグリッターのせてたら大きい粒固まるときないですか。こんな感じでのせたら、あとはこの目頭にも少しグリッターのせていきます。この辺かな、ちょっとだけ目の形にするような、こういう感じです。じゃあ最後にリップを塗っていきます。使うのがこちらです。 B アイドルのリップシェイプの02番ベージュのカラーを使います。こんな感じ。リップライナーこれしか持ってないから他のものと比べられないんですけど、めっちゃ色持ちもするし荒れへんしめっちゃいい。これで唇の山をちょっと描いていきます。気持ちオーバー気味かな、こんな感じです。あとはこの下の部分も入れていきます。そしてリップですね。まず使うのがテルボークのリベレイティッドマットリップス05番のブラウンリップです。もう私おなじみのものなんですけど、秋メイクということでしっかりまず深いブラウンを仕込んでいきます。こういう風にポンポン塗りした方がよりなじむ気がする。はい、塗るとこんな感じ。色もめっちゃ可愛いし、マットリップやけど荒れへんし、これだけでも十分なんですけど、私はやっぱりねツヤが必須ということで上からティントを重ねたいと思います。使うのがこちらです。ビディドールの果実茶ティントリップ02番のカラーを使います。これ最近お気に入りでほんまにめっちゃつけてる。多分リールとかショートにも載せた気がするんですけど、カラーはこんな感じです。これ単品で使っても可愛いけど、こういうブラウンリップのツヤ足しとして使うのもめっちゃお気に入りで、色味もやや柔らかくしてくれるので私の顔の系統的にも相性いいです。はい、塗るとこんな感じです。めっちゃ可愛くない？よければ私のリール見てみてください。これ一つで塗ってる動画があるので。はい、ではメイク完成したので髪の毛仕上げていきたいと思います。はい、髪の毛仕上げてきました。今日はちょっとまくんがめんどくさかったので手抜きお団子ですね。はい、いかがでしたでしょうか。私の秋先取りメイクのご紹介でした。はい、メイクはこんな感じに仕上がりました。どうでしょうか。結構ね、個人的にはお気に入りです。全然私はメイク上手とかではないんですけど、やっぱり季節に合わせてメイクもチェンジするのめっちゃ楽しいですよね。さっきも言ってた通り、私はイエベ春で、しかも顔タイプキュートなので結構秋メイクが苦手なんですけど、そんな私でも似合う秋メイクが見つけられたんじゃないかなと思います。本日も最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。